はい、どうもアーサーです。ドラクエモンスター3やっていきます。ということで今回はですね、誰でもできる簡単なメタスラ狩りのやり方を皆様に紹介します。まずですね、この竜神殿の中級エリアのここら辺にメタルスライムが湧くはずですが、いません。では次の湧きポイントに向かいます。でこの竜神殿の魔界中級エリアはですね、メタルスライムの湧く場所がもう分かりやすいので、はい、ここですね。ここら辺よく見て、メタルスライムはいませんね。でいなかった場合は次の脇位置に向かいます。途中のモンスターと遭遇しないように気をつけて、はい、で次の脇位置はここですね。しかしメタルスライムは見当たらない。いませんね。ちょっとここは分かりにくいかな。ゴーレムの残骸がちょっとメタルスライムの色と似てるんでね、少し厄介な場所ですが、もう忘れずに見ていきましょう。で次はですね、この先を進んで、はい、ここにね、洞窟あるんですよ。で中にねメタルスライムが湧くはずですが、はい、今回は湧いていませんね。それでは次の湧き位置に向かいます。で次の脇位置、はい、ここにも洞窟あるので、あ、いました。ようやく見つけました。メタルスライム1匹ですね。忘れずに倒します。でこれでメタルスライムは1匹なので、経験値は多分1万ちょいかな、13972。美味しいですね。では次の脇位置に向かいます。まあ、ただここねちょっと離れてるんですよね、先ほど紹介した脇位置と。だからちょっと少し時間がかかるので、まあ面倒っちゃ面倒ですけど、ここら辺まで来ると。いました。はい、メダルスライム発見しました。そう、ここら辺にもいるんでね、逃がさないように。そう、こういうこともあるので、ね、いやでも今のはちょっとどうしようもなかったな。開幕から逃げられちゃねえ。せめて一旦待ってくれればね倒しきれたんですけど、まあしゃあない、切り替えていきましょう。でまだ終わりじゃないんですよ。ここら辺にも湧くらしいんですけど、いませんね。ここが最後なんですけど、で、まあ、全部見て、まあ、メタルスライム倒したら、次はですね別エリアに行きます。これなぜかというと、なんか別エリアに行かないとメタルスライム復活しないらしいんですよ。
達しました、メタルスライム。まあだからあれですね、メタルスライム倒したらもう別エリアに行ってまた戻ってきて、またメタルスライムを探して、で倒したらまた別エリアに行ってを繰り返す。まあそうすればね、経験値、まあ、がっぽりもらえると思うので、ね、まあ、これが一番いいんじゃないですかね。さあこれである程度経験値手に入ったんで、レベルもまあ大幅に上昇しました。それでは第一試合、ゴーファイ。実はですね、まあ、メタルスライム狩りしてたのディーズレットのレベルを上げたかったからなんですよね。今回、まあ、メタルスライムのおかげで、まあ、ディーズレットがかなり強くなったので、ちょっと闘技場潜りました。メタスラ狩りの成果をね、ちょっと見せてもらおうかなと。ランク B の闘技なんで、まあ、敵はそこそこ硬いですね。ただこのイオグランで耐えるか、まあ、耐えんわな。ちょっとやっぱランク B でもダメなのか。リーズレットの力を見たかったんですけど、ね、リーズレットが攻撃する前に敵がやられてしまうという、まあ、メタスラ狩りでね、まあ、リーズレットだけじゃなくて他のモンスターも強くなっちゃったんで、まあしゃあないっちゃしゃあないけど。それでは続いて第2試合、まあ、多分この第2試合も速攻で終わるんじゃないかな。まあ最後の試合に期待しましょう。最後の試合がね一番強いんでね、敵も。あ、魔王の使いいる。これはやるタイプかもしかして。早いな。ギガブレイク。いや強いな、キラーマシーン2。やべ、ちょメタスラ狩りで他のモンスターも強くなっちゃって、ディーズレットの出番がない。いやディーズレット頑張って育成したんですよ実は。スキルもちゃんと使えるスキル3つやって、うん、それではちょっと頑張ったんですけどね。いやせめてこの3試合目でちょっとディーズレットの攻撃は見てみたいが、強いんじゃないか。魔法カンタ呪文反射、また面倒なことを。皆殺し？あ、来た！マヒアデドス！強い！すごい！あ、しかもあのアークデーモンのイオグランデと違って、あのリーゼって MP がすごい多いんですよ。だからマヒアデドスねめっちゃ打てるっていう。あ、やっぱスキル厳選したリーゼレット強いな。まあ、アークデーモンはスキル厳選してないんですけど、そんなに、まあ、あれはあれで強いんですけど。あーリーゼット素晴らしいな。はい、ということで、ね、まあ、皆さんもぜひメタルスライム狩りやってみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。